じゃあ CM 開けまーす。はい。はい。はい。ではですね。あなたたちが意を決してメインブリッジの中に入ると、そこでは、二つの影が戦闘を行っていました。一つは人型の機械仕掛けの白い戦士。D3 に極めて似ています。違うところといえば、色と、肩に D2 と刻印されていることぐらいです。もう一方は鈍色と、漆黒の鱗で覆われた身の丈3メートルはあるかという超巨大な蛇。いや、竜にも見える。その巨大な体育。首は人間の頭3つ分はあろうかという太さ。全身が筋肉の塊だとでも言うような壮麗な全身。大きな体を取り巻く長い長い尾っぽに、グレン色の目。口の切れ目が深々と首まで続いている。異形なる蛇の父の姿を見たあなたたちは、3チェック。サンチェック。アンチェック。サンチェックだ。ほら。まただー。おい。はい。成よ功かっはた。0、サンチェ失ック敗で。で 1D8 です。1D8。8。発狂しないでよ。まあ、これで1出せばいいから。1。ナイスナイス。いやー、やっぱりな、持ってる男はちげー。言霊ってすげー。では、戦闘している2つの影ですが、D2 は一目でわかるほど劣勢で押されています。そして D2 はあなたたちに気がつくと、すぐさま、受け取れ！と言って何かを投げてきます。飛んできた何かは正確に、深瀬の手元へと飛んできます。キャッチします？キャッチします。キャッチすると、それは、黒と金で彩られた D4 と書かれたドライバーです。D4!D4! 瞬間、蛇の父の太い尾が D2 の顔に直撃。火花が飛び散り、人はこんな簡単に吹き飛ぶのかというぐらいに宙を舞い、壁に叩きつけられ、そのままぐったりと動かなくなります。顔の部分が半分割れ、頭部から血を流した女性の姿がここからでも見えるでしょう。ですが、ここからだと彼女に息があるのかないのかすらわかりません。ほどなくして、蛇の父もあなたたちの方をゆっくりと振り向く。ちょっと待ってね。ほい。喉まで続いている口をすべて開け、甲高い方向で広いブリッジ全体が震える。そして、大きな体育からは想像できないスピードでこちらへと飛び込んできます。さて、お二人は今、決断をしなければいけません。未知の力を持つ蛇の父と差し違える覚悟で戦闘を行うか、あるいは片方が何とか時間を稼ぎ、その間に脱出する手段を探すのか。ここは大事な決断です。よく考えてお答えください。最初に言いました。守ると言いました。はい。一人で立ち向かいます。あとは任せた。スメラギさんもそれでよろしいですか？人間じゃ太刀打ちできないのはもう一目でわかるからな。はい。大丈夫かな？ちょっと何か決まったら熱い感じのロールプレイお願いします。待って。はい。一人が時間を稼いで、その間にここら辺のメインブリッジを調べて救助を呼び脱出する。もしくは二人がかりで蛇の父を倒す。時間を稼いでる間にちゃんと救出方法分かれば、リュウジさんも生きてる状態で帰れるってことだよな。そうですね。任せていいんだな。任せろ。よし、来た。じゃあ、ロールプレイするか。
おう、頑張れ。かっこつけどこだぞ。うん。ゆきさん。なんだ。もう、ゆきさんは、一度 D ドライブをしてしまっている。うん。ここで、今、皆を救えるのは俺しかいない。その通りだ。みんなで劇見てうまい飯食おうな。あとは任せろ。頑張って、負けないで。絶対に生きろよ。当たり前だ。つかめない男だけど、その言葉は本当だって信じてるからな。じゃあ、行ってくる。うん。任せた。そっちも、頑張れよ。あ、リュウジさんが時間を稼いでる間に、私が全員救ってみせる。では、蛇の父は、そうですね、深瀬の方に向かってまっすぐ突っ込んできています。今変身をするならば手番消費なしで変身をすることができるでしょう。どうしますか？変身します。はい。では、使用書にのっとって順番に手順を踏んでください。はい。まずは、システム本体を、下腹部にあてがう。ライドシステム起動。そして俺が差し込むのは D4。 インジェクト D4 ドライバー。ではロックを解除するあのセリフをお願いします。変身！セーフティーロック解除。トランスフォーム。はい。すると深瀬の足元から今度は黒を基調として金のラインが入った機械装甲がわずか2秒足らずでその身をすっぽりと覆う。肩には D4 の刻印がされています。翼が生えたようにあなたの体は軽い。さあ、では、この駒を自分の駒にして、はい、この深瀬冒険、人間の深瀬は一旦しまってください。まず人間の深瀬をしまう。はい、はい、で、D4 をしまう。 D4 をしまってもう一回出す。しまって、かっこいいじゃねえか。これを、はい、で資料を送ります。 D4 のスペックです。D3 よりかっこ悪い真似したら許さねえからな。D3 かっこよすぎなんだよ。いいわけねえだろ。まあでもね、 D4 の方が強いです。めちゃくちゃ強いです。資料、D4 はまず STR が2倍プラス3になります。そして耐久力が35で、全格闘技能と身体系技能がプラス30、武器技能はプラス40、ダメージは 2D4 です。ついよ。あとは武器各種とあのスペシャルのジャンプ攻撃もあります。うわー、やべー。こぶ拳はちょっと心もとないよな。どうなんだろう。うわー、かっけー。見せ場だぞ。さて、ではまず戦闘のルールの説明をします。はい、ちょっと待ってね。はい、D4 が時間を稼いでいる間にスメラギさんは何としてでも救難信号を出して助けを呼ばなければなりません。はい。そして救難信号はこの下にあるマップ、ここに書いてある文字のいくつか、この中のどこかにあるはずです。いろいろありますね。
いろいろありますね。5箇所ありますね。で、探索のルールなんですけど、まず D4VS ヘビの父を2ラウンドやります。はい、2ラウンドやった後に交代して、つめらぎさんのターンを3ラウンドやります。はい、3ラウンド内に終わらなかったら再び D4VS ヘビの父を2ラウンドやって、戻って3ラウンドという感じで進行していきます。 OK？ はいはい。では D4VS ヘビの父からいきます。何か単価切ったりしますか？おめえなんて俺が軽くコテンパンにしてやるよ。ヘビの父はそうですね、ギャーみたいな叫び声を上げてあなたに襲いかかってくることでしょう。先手はヘビの父だ。早いんだよねこいつ。D4 に攻撃をします。攻撃内容がほい、3番体のわしづかみがまずスペシャル。まあ別にダメージはねないんで、スペシャル変わんないんで、まず D4 に8点のダメージを与えます。強え、ちょっと待って、強すぎる。その大きな腕であなたの体を掴む。どこを掴んだのか。1だから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。 D4 の戦闘メニューがどこ行ったかな。 D4 じゃない、君の父の1番。はい、D4 の胴体をわしづかみにします。そのままメキメキメキっと装甲から嫌な音がして8点ダメージが入った上に、蛇の父は掴んだ D4 を自分の口の中にと突っ込みます。D4 は次にできる技能が拳か頭突きしか行えません。はぁ、また次の蛇の父のラウンドが回ってきた時、直ちに STR 対抗を行います。まあ、失敗したらえらい目に遭います。いやぁ頼む。では丸飲みにされてる D4 の手番です。行えるのは拳か頭突き。これチャパレのあれ変身も、D4 の変える、うん、あのこのコマ選択 D4 を一回しまって出したら自分のコマになるんで、チャットパレットを D4 カッコ深瀬に変更すれば全部修正済みのチャパレが入ってます。アイコン、このこっちかアクティブを、うん、そう名前の横のやつ、チャットパレットの横のやつ、あーあれ拳か頭突きに限られます。頑張れ。ここまで来たら拳でしょ。深瀬パンチ、かっこよく決めろ。信じた、拳で深瀬パンチ。 OK、 成功成功、通常成功。ではダメージください。そのままチャッパレの下の方にダメージもあります。あるある拳。蛇の血の体内で大暴れ。よいしょ、うん、2体だが、まだ吐き出しません。再び、ラウンドが巡って、蛇の父のラウンドになります。STR 対抗が発生しますね。D4 の STR は23なので。はい。クリティカル1クリエ。はい。では D4 はイグの体内から脱出ができません。また遺産と窒息によるダメージを受けます。9点。うぅ、1クリ出すなよ。いや、ボスなんで強すぎる。D4 は9点のダメージを受けます。ラウンドが巡って次 D4 の手番ですね。まだ丸飲みされた状態から解除されていないので、拳か頭突きに限定されますね。行えるのは、まだ戦える。浮かせパンチ成功、ダメージください。いや、だいぶきついぞこれ。きついぞ。よしナイスナイスナイス。ではですね、体内で暴れた D4 は、そうですね、 D4 を蛇の血を吐き出します。ブッ、蛇の、D4 は、丸飲み状態からは解除されました。なんか言います？まだやれる。そっちは頼んだぞ。
では場面を変えましょう。D4 が命を懸けて戦って時間を稼いでいる間、スメラギさんはここにあるいろんな機器を調べることができます。できますが、まずは機器類までたどり着かなければいけません。はい。たどり着くためのためには、まあ、大体5メートルぐらい入り口から距離があると思ってください。その中、イグ、ヘビの父と D4 は、このブリッジ狭しと戦闘を行っています。その戦闘をくぐり抜けて機器類にたどり着けるかどうかの判定が入ります。1回の判定で進めるのは 1DDEX の半分メートルです。あなたの DEX は12なので 1D6 で判定をして、5メートル以上が出れば機器にたどり着けます。では行ってみましょうか。 1D6 一発で出すよな。5か6出せばいいだけなんで、3分の1っすよ。そう、5か6を出せばいいだけ。いったー、よっしゃー、おらん。ではそうですね、ヘビの父が D4 を掴んで振り上げてやり、口の中に突っ込んでる中してる中、あなたはヘビの父の後ろをついてそのまま駆け抜け、ソーザルまでたどり着くことができます。残り2ラウンド、好きなところを調べることができます。2箇所ってことですね。どこを調べたらいいんだよ。ちなみに言っておくんですけど、ハズレはありません。どこにも何かしらはあります。いや、考えろ。いや、調べられる場所は機器1、機器2、機器3とモニターと D2 ですね。D2、機器、思い出せ思い出せ、この船には何があった、何が必要だ。何が必要だ、メモを見返すぞ全部。重要だ。なんかいろいろあったな。まずじゃあどうしよう、うん、あれだ、ヘリポート光らせないといけないのはあるけど、どうしよう、操舵関係、大モニター、機器2からいきます。機器2、照明関係でよろしいですか。はいはい、では照明関係の方へと駆け寄ります。船全体のブレーカーや照明のオンオフが切り替えられる機器です。ほぼ全てがオンになっていますが、素体管理室という部屋とヘリポートのスイッチのみがオフになっています。このオンオフはスイッチ一つで切り替えが可能です。素体管理室ってどこだ。ヘリポートはまずとりあえずオンにします。はい、ヘリポートはオンになりました。うん、素体管理室ってなんだ。いや、全部オンにします。はい、では素体管理室もオンにしました。はい、で2ラウンド目は終了になりますかね。うん、ではもう1手番、どこ調べますか。セキュリティ関係。はい、ではセキュリティ関係を調べます。この船全体のセキュリティを管理している機械のようです。それぞれの部屋名が書いてあるプレートの上に赤と緑のランプがついており、ほぼ全てが緑ですが、船出入り口と書かれた部分だけが赤のランプが灯ってます。こちらもスイッチ一つで切り替えは可能そうです。切り替えます。はい、では船出入り口のランプが緑になりました。ここで3ラウンド終了、 D4 の方に戻します。さて、ではヘビの父の攻撃からですね。生きてくれ。攻撃方法、3番、あ、さっきと同じ足掴み、あ、またクリティカルしました。なんで、まあ、別に、なんだよこいつ。ボスだろ。
ボスすぎ る, すぎるダメージは4点、掴んだ箇所が再び胴体丸のみはい、蛇の父は D4 をわしづかみにすると再び丸のみにかかります。バカ野郎D4 は次に行える攻撃が拳か頭突きに限られます。バカ野郎そうですね、まあ、攻撃を放棄して脱出に専念するということも可能にしましょう。その場合 STR 判定にボーナスを与えます。どうします？ああまあ分かると思うんですけど、遺産のダメージはアホほど痛いんですよ。痛いね。出るしかない。脱出に専念しますか？専念する。 OK。 ではそうですね、 STR の修正を2倍から3倍に増やしましょう。つまり STR1 個分増やすとして10点増えますね。10点増えると D4 のそうですね、 D4 はあのチャットパレットには RESB ってやつ分かります？それを押してもらって23を33に書き換えて、敵の STR に30って書いてください。敵の STR、ここ丸々を30に、そうそうそう、30いくつだっけ、32マイナス30とかになるのかな。だから33マイナス30で STR 対抗を振ってください。これに成功すれば脱出できます。頼む、ふざけんじゃねえ。あーなんでやばい。じゃあ次のヘビの次のヘビの父の手番での脱出判定は自動失敗という扱いにします。ではヘビの父の手番、ダメージが入ります。10点。あ、まだ生きてる、まだ生きてるはい、で D4 は吐き出されますかね残り2。はい、現在は拘束されてません。好きな攻撃を行うことができます。ああフラフラ、どうする、ちょっと待て、選ぶぞ。頑張れ頑張れ。ああ美味しいご飯が待ってるんだ生きて帰るんだろう。そうだよ。ラスボスはちゃんとラスボスしてて助かる。絶望感やべえ。頼むよ本当に。決まりました。決まりましたか。何を使いますか、はい、D4 ガトリング。 D4 ガトリング、いいとこ行きますね、うん、はい、ではですね、D4 の背中の装甲がガシャガシャと変形しますと巨大なガトリング砲になります。こいつはですね、恐ろしいことに一発で 1D100 発の弾丸をばらまくことができます。おお、とんでもない反動があるんで、地球上で反動を殺しながら撃てるのは D4 だけですね。では判定どうぞ。当たるかな。当たる。もう俺には後がない。パワー送る。これで終わらせる。オッケー成功。では 1D100 をロールしてください。100
ファン出せ。当たったかな。ファンじゃないけど。射発の弾丸のうち。俺のすべてをお前にぶつけてー。62発当たりました。ダメージは 6D6。 これが俺のすべてだ。くらいやがれ。うん、結構強い。オッケーオッケー。はい、まだまだピンピンしてますよ。やべえ。はい、ではここでシーンを変えます。はい、スメラギさん、あなたに3ラウンド調べる手番があります。どこ行きますか？どうする。いや、 D2 のとこ行って剥ぎ取るありな気がしてきちゃう。まあ、武器関係はあの D4 の、この PDF 見てもらったら分かるんですけど、武器を拾うことはできますよ。ヘビーランチャー、リボル剣落ちてますね。なあ、いや、まずは脱出に戦闘か。ただ、まあ、使うならば戦闘ラウンドに参加するってことになりますが。そうなっちゃうから。任せたって言ったんだよ。お互い任せあったんだよ。ソーダ関係。はい、ではあなたはソーダ関係へと向かいます。ソーダに関するさまざまな景気がある。その中で緊急に10秒長押しと書かれたボタンがあります。どうしますか？長押しします。はい、ではあなたは力を込めてボタンを押し込む。長い長い10秒の後、ザザザとスピーカーが鳴り、男性の声が聞こえます。音質が非常に荒い。救難要請を受信した。船員番号と要件を簡潔に説明しろ。船員番号、番号はないです。私たちは今、どう説明したらいいんだ。とにかく今、命の危機が。急いで救助に。状況が読めん。どういうことだ。落ち着いて説明しろ。はい、化け物なんて言って信じてもらえるのか、これ。何者かにこの船を占拠されました。そのため我々は今、命の危機にさらされています。北海道付近の、荒波の中で救助を要請させていただきます。なるほどね。そのロールプレイだとボーナスは多分入んないな。いや、無理か。説得信用イークルムのいずれかでロールしてください。はい、信用振ります。どうぞ。あなたのゲームは信用に足るか。頼む。ある。よし、よし。ナイス。了解した。今の船舶の位置なら10分もあればヘリが到着する。ただ外が好転で日も暮れかかっている。発見に時間がかかるかもしれない。とにかく船甲板のヘリポートに今すぐ向かえ。と言って通信が切れます。さて、スメラギさん。はい。あなたはここで直ちに脱出フェーズというフェーズに移ることもできます。しかしそのフェーズに移った場合、もうここに戻ってくることはできないでしょう。何かやり残したことがあれば、他の行動ももちろんできます。当然、1行動ごとに1ラウンドは消費します。どうしますか？今すぐ脱出するか、まだ調べるか。もうパンクしそうだ。ちょっと待ってくれ。このままだとでもひとみさん助からないし。そうだね。
D2 まだ見てないのは。あなたの後ろでは D4 が叩きつけられるような音が響いてますね。あと見てないのはモニターと D2 です。フリーズしてる。どうする。まあ2ラウンドあるから両方調べられるといえば調べられる。ただ直ちにダストフェーズに入るならば、まあ2ラウンド分のボーナスはちょこっとは与えます。まあ別に PL として言ってもいいけど、なんか言わない方がエモいなと思うなら言わなくてもいい。うん、言わない方がエモいなって思うからね。なんかいろいろあるからさ。ちょっとね、 D4 は今ヘビの血と戦うので忙しいから。そう、マジで命削ってるからあっち。吐きそう。ちょっと吐くのはちょっと三上さんに任せてもらって。うん、今みんなの命が乗ってますよ、肩に。託したものがあるからね。まあ、どちらが正解っていうことはないですね。悔いのない方を考えることが大事です。うん、考えて決断して決めることが大事。ヘビ、ちょっとちゃんと整理しよう。今私が持ってるのはナイフと、爆弾、冬、ヘビ、冬眠、 D2、 毒、食らってる。あ、尻尾がぶつかって吹き飛んだの見えたんで噛みつかれてはいない。噛みつかれてはない。素体管理室で爆発させるのか。何か悩んでます？どうすればひとみさんも D2 も助けられるだろう。リュウジさんも助けたいし。いや、絶対冬眠が大事で、爆発も大事。10って、やべ、あと3時間かかるぞこれ。こんなかけないで。まずい。D4 が命削って時間稼いでるんだから。そうなんだよ。巨大モニター調べます。はい、ではスメラギはモニターを見ます。戦場のメインカメラの映像が映っている。陸地がだいぶ近くに見え、もうあまり時間がなく到着してしまうことでしょう。ただ脱出をするだけではこの異形生物は陸地にたどり着いてしまいます。脱出だけではなく、たとえどんな手段を使ったとしてもこの船を止めなければいけません。ここまでは OK。 なんならアイディアとかも振ってもいいけど、なんかもう気づいてそうな気はするけど。いや、振ります振ります。どうぞどうぞ。はい、ではあなたの脳裏に、そうですね、深瀬が言ってた言葉が浮かびますね。この爆弾は下手なところで使ったら船の壁にも穴を開けるかもしれない、沈むかもしれない。そう、そしてここは最下層です、この船の、うん、最も海面に近いです。現在の位置がね、これより下はないからね。はい。
ではもう1ラウンドあります。どうしますか？ラウンドってどんぐらい行動できるんだこれ。何をしたいかによる、提案次第というか。ここに、うん、このメインブリッジに爆弾を置いて、うん、D2 見たいんですけど、それは無理ですか？まあ別に、なんだろう、走りながら爆弾を落としていくぐらいは全然できると思いますよ。狙った場所に投げようとか思ったらさすがに手番消費させますけど、うん、どっかなんだろう、足元に落とすぐらいなら全然できると思いますよ。合ってんのかな。え、脱出フェーズ、え、待って、脱出フェーズ入ったら、うん、D4 ってどうなるんですか？まあ一緒に逃げると思いますよ。あ、まあ D4 の気持ち次第。なんか逃げる3人、3人というか、まあスメラギが逃げるのを俺はここに留まって足止めするって言えば残るし、 D2 も D4 も、いや俺も一緒に逃げるって言えば一緒に逃げるし。いやだってここで脱出フェーズ入らなかったら次行っちゃいますもんね。あ、いや別にこのラウンド終わったから D4 に回す前に脱出フェーズでも大丈夫ですよ。あ、本当ですか？あのここでなんていうか、2ラウンドやって3ラウンドやって時間軸が追いつく、同時になるって感じなんで。 あ、そっか。ゆきちゃんならどうするんだ。なんだ、妥協すんのか、妥協すんのか。ゆきちゃんはどうするんだろう。いやー、 D2 いきます。はい、ではあなたは D2 の元へと駆け寄ります。ちょっと待ってね、 D2 に捨てられん。はい、D2 は怪我を負って意識もありませんが、まだ息があります。あなたが連れて脱出をすれば助かるかもしれません。ただし、彼女は全身鎧を着ています。それを脱がす暇はありません。その彼女を担いでいかなきゃいけないため、デックスにマイナス補正がかかるでしょう、担いでいく場合は、うん、という感じのことがわかります。調べたことで連れて行けるっていう選択肢が出たってことですね。はい、どうしますか？連れて行きます。はい、では D2 をあなたは背負います。それだけでコールは終了でいいですか？脱出フェーズに入ります。よろしい？ちょっと待って、もう何も頭回んないよ。いや、まあ確認してるのはこの場に D4 爆弾を落としていくのかいかないのかを確認してます。ああ、落としていきます。はい、 D4 じゃない、 C4 や、 C4、 はい、では C4 をその場に落とし、 D2 を担ぎ上げました。はい、さてどうしますか？このまま逃走ラウンドに入ることもできますし、まだ調べたければ D2 に頑張ってもらうこともできますが、脱出フェーズ入りますか？入ります。はい、ではスメラギ D2、三上瞳は脱出フェーズに入ります。 D4 どうしますか？あ、もうこのまま動けるんですか？一緒に逃げるか、一緒に逃げるかって確認。あの3人は逃げ出しました。なんか声かけます？D4 に。もちろん、どうぞ。リュウジさん、どうした？今あの緊急、ちょっと待って、日本語が日本語がちょっと冷静によ。救難信号、脱出の準備ができました。だから一緒に逃げましょう。そいつとまともに張り合うのは無理だ。そうだな、俺の命はもう危ないかもしれない。だがこのままこいつを置いていっても大丈夫なのか？今ここに爆弾を置きました。遠隔操作できるはずです。ここで爆発させれば船は沈む。
お前を信じていいんだな。ヘビは冬眠するはず。わかんないけど、やるしかないんです。じゃあ俺はお前を信じる。はい、一緒に逃げるぞ。逃げましょう。では4人で脱出フェーズに移ります。スメラギさんに確認します。はい、メインブリッジ飛び出した時点でスイッチを押しますか。とりあえず爆破の有効範囲以外には出ましたけど、すぐに押すのかどうかってことですね。ピアさん。はい。いやめっちゃ考えちゃった。またフリーズしちゃった。沈むまでに時間かかるよな、多少は。まあ普通に考えてね。まあ船もでかいしね。即座に沈みはしないでしょうね。うん。押したいな。押してもいいですよ。押していい？誰に聞いた？ボタン握ってるのは君だ。スメラギだぜ。やだもう。そっちのことは任せたぜ、俺は。楽しそうだな。信じてもらってるからね。押しますか。押します、はい、ではあなたたちの背後でズドンと鈍い音がしたところで脱出フェーズに移行します。脱出フェーズだ。脱出フェーズだ。さて、では脱出フェーズに移ります。あなたたちは一番上の端っこにあるヘリポートまで脱出することになります。しかし当然ですが、ヘビの父がおめおめ逃がすはずもありません。ヘビの父とのチェイスが始まります。追いかけっこですね、うん、はい、ではルールを説明します。まずあなたたちは現在この D4 を代表として全員まとまって D4 の位置にいると思ってください。はい、でこの一番右に行って下に行って、一番左に行って下に行って、一番右まで行けばゴールです。はい、ここまでよろしい？はいはい、はい、で探索者は全員まとまって行動するんですが、まあ、誰か置いていくわけにもいかないんで、じゃあ1ラウンドでどれだけ移動できるかというと、 1D デックスが低い方の探索者のデックスプラス4です。つまりスメラギが12で一番低いんですが、現在 D2 を背負ってるためかなり2が下がって 10 1D14 が1ラウンドに進めるマスです。 OK？ はい、あ、間違えました。 1D10 プラス4が1ラウンドに進める距離です。うん、で、これは各々交互交互に振ってもらいます。はい、ちょっと今チャパリに追加しますね。 1D14スメラギのチャパルにも追加します。はい、 1D14。 はい、で対するイグ、イグは1ラウンドに 2D8 マスずつ接近してきます。いや結構で、イグに追いつかれた場合1ラウンドの戦闘が挟まります。はぁ、1ラウンド戦闘した後、ヘビの父は3マス交代して再びチェイスが再開されます。オッケー。あとこの車線の位置には何かがあります。え、これ 1D10+4。 1D10+4。 あ、ごめん、ってことは 1D、 ごめん違えちゃった。 1D14 って書いてあるね。 1D10+4、 はい、はい、ではデックス高い方 D4 から振っていきましょうか。 1D10+4、 はい、ゴー。何マス進めるかな。デックスには自信があるね。6マス。うわ、全然。1、2、3、4、5、6、ここですね。ヘビの父は8マス進んでいきます。あ、1、2、3、4、5、6、7、8、ここですね。危ねえ。すごい勢いで追ってきています。このままでは追いつかれるかもしれません。
では、スメラギ。8以上出さなきゃ。頼む。うわ。オッケー。では9なんですが、先に1のイベントをやります。まあ先となんか1、2、3、4マス進んで残り5マスで1番のイベントが発生します。ちょっと待ってね。1番のイベント、はい。ではあなたたちが必死に蛇の乳から逃げてる中、後ろからはっと声がします。振り返るとここまで一生懸命真っ青な顔で走っていた三上ひとみが見おぼれおぼつかない足取りだったせいか転んでしまっている。彼女を起こし肩を貸して助けるならば今回はここで止まることになります。彼女を見捨てるならば残り5マスを進めます。どうしますか。ああ。大丈夫、私は気にしないで、みんなだけでも逃げて。やだ、トイレの中にいますね。やだ、どうしますか。まずは、スメラギの気持ちを聞きます。向いて行きたくない。助けよう。ありがとう。ごめんね。謝る必要なんてない。ではその隙にイグの父が迫ってきます。11マス、D4 に合流します。1ラウンドの戦闘が挟まります。先手はヘビの父 D4 に対して攻撃を行います。攻撃方法、あ、3番しか出ねえ。は成功。ダメージが7点。はいはい。ではちょっと待ってね。溶けた。さてではヘビの父の強烈なわしづかみを食らい D4 の変身が解除されます。装甲が吹き飛び、蛇の乳は、一旦距離を取ることでしょう。D4 を片付けるので、深瀬さん出してください。では、D4 の変身は解除されてしまいました。このラウンドはしのげるでしょう。ですが、蛇の乳は、再びあなたたちを見逃すはずはなく後を追ってきます。もし、次に追いつかれた時に、現在の状態であれば、当然、蛇の乳からの先制攻撃が飛んできます。あなたたちはどうしますか。ちなみに深瀬さんが身につけていた、ライドシステムは外れそこの場に転がっています。ドライバーも同じくです。拾います。誰が拾う？深瀬が拾います。ここは PL で相談して決めて。銃は託したはずなので。今さら持つなんてことはできません。じゃあスメラギが手に取る一足、手に取るより一足先に、深瀬に取られます。お先。まさか。だから言っただろ、そのためにこれを用意してたんだよ。
だからお前に銃も託した。分かってくれよな。いつも変なことばっかり言うくせに、そういう時ばっかかっこいいのはずるくないか。そうか、俺はいつもこんな感じだぜ。本当に掴めない男だ。ではどうしますか。装着しましょう。はい。ライドシステム起動。使用するのはタブードライバー。インジェクト、インジェクト、インジェクト、インと、インジェクト、タブードライバー。このドライバーはまるで心臓そのものが鼓動しているような錯覚をします。ソケットに差し込みレバーを回すと、不快で混乱するうめき声のようなまがまがしいメロディーが流れ始める。それではロックを解除するあのセリフをお願いします。これで最後だ。変身。セーフティーロック解除、トランスフォーム。セーフティーロック解除、トランスフォームと電子音が鳴る。ですが深瀬さんの耳には途中から入らなくなっていることでしょう。直後、自分の耳から入る情報が心臓の鼓動音だけになります。まるで世界が自分だけを取り残したかのような錯覚。鼓動のたびに邪悪なエネルギーが体中に染み渡る感覚。意識が体から引き剥がされる。気を保つのが精一杯です。五感の感覚が徐々に薄くなり、体の内側から何かが弾き出るような激痛が襲う。視界が血で茹で上げたように真っ赤に染まり、思考が闘争心と殺意に埋め尽くされていく。深瀬さんは産地チェックをお願いします。成功では1点の減少ですね。よかった。ではタブーの駒を出します。ほい、わーお。さて、もう一人。まだ欲しいな。スメラギさん、はい、あなたは見てしまうことでしょう。対峙している蛇の乳に劣らない邪悪なその姿を。それは人型を保ってはいるものの、人間にはない鱗と大きな尾っぽ、黒に近いモスグリーンの体、胸部から覗く第三の目があなたとは違う存在だと明確に物語っている。彼は本当にあなたの仲間だったか。その自信がどんどんなくなってくる。一緒に行動してきた仲間のとんでもない姿を見てしまったあなたも産地チェックです。はい、 1D6。 5。 いや、5点減りますね。そしてアイディアロールが入りますね。アイディアはいいか、このままなしにしときます。代わりにどっからなんか調べなる、あ、一応アイディア振っときますか。振って失敗したらどっからなんか調べナルティは入れます。失敗したら、成功したらか。アイディア判定どうぞ。成功。ではどこかしらで何かしらのペナルティが発生すると覚悟しておいてください。はい。では、タブーのデータを送ります。タブー。ごめん、開いちゃった。タブー、うい、ん、ちょっと待ってね。うまいこといかない。よいしょ。はい、タブー。めっちゃ強いです。タブーは STR は2倍プラス10です。デックスがさらにプラス10されます。
耐久力は40に加えて、元々の深瀬さんの HP が加わって、現在55です。で、ダメージボーナスは 2D8 乗ります。全戦闘系身体系技能にはプラス35のボーナスが乗ります。また、タブーは毎回行動の前に産地チェックが発生します。うん、産地チェックで、どんどん産地が減っていくってことですね。うん、それで、深瀬さん。はい。あなたは今、まだ深瀬という意識があります。はい。が、産地が減り続けて、不定のラインに入ったとき、あなたの意識から、タブーからあなたという意識は消滅します。わかりました。はい。では、現在が77なので、61以下になったとき、あなたの意識は消滅すると思ってください。はい。覚悟はできてます。では、再開します。はい。ちょっと待ってね。では、このラウンドが終わるヘビの父は、まあ、タブー変身した時に何か一発入れますか。これから3マス交代するんですけど、ヘビの父一撃入れていいですよ。なんかロールプレイでダメージはないですけど。あ、ちなみにタブーは人の言葉が喋れません。じゃあ叫び声を上げながら、うん、おそらく深瀬パンチだったであろうパンチを食らわして邪悪な拳を。はい。ではその、はい、その拳を食らった蛇の父は大きく吹き飛び階段近くまで後退します。なんかタブー、テメラギさんとかになんか、なんだろう、ボディーランゲージとかしたりします？今なんかすごいことなってますけど。今すごいことなってるけど、うん、もう階段の方に指さした、うん、何も言わずに。無言でうなずきます。ではチェイスを再開します。次はタブーですね、確か。はい、ダイスフルの、はい、あ、そうですね、うん。では 1D10 プラ4お願いします。 1D10 プラ4がなくなってる。10プラ4よいしょ、10マス。えらい、めっちゃえらい、頑張った。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ここまでいきますね。よし。ではヘビの父は8マス。1,2,3,4,5,6,7,8 ここまでですね。追いついてくるな。では次スメラギさん。はい。では強いね。では1マス進んでイベントです。はい。ちょっと待ってね。はい。これじゃない。では、この2番なんですけど、船の出入り口の扉です。あなたたちが最初にここを訪れたとき、扉は赤いランプが付き、ロックがかかって開きませんでした。では、今の様子は？どうだと思います？緑のランプが。はい。その通り、扉は開きます。ペナルティなしでそのまま先へ進むことが可能です。では次なんですが、船爆破しましたね。はいはい。爆破した方から船が沈んでいっています。船首から順番に船が沈んでいき、船尾にあるヘリポートまで上りの傾斜がついています。ここから先移動力にマイナス5のペナルティが乗ります。ですがあなたたちのどちらかが当反のドールに成功した場合はそのラウンドのペナルティはなしになります。残りの移動力は9マス。当反に成功すればヘリポートまでたどり着けます。当反に失敗すればたどり着けません。ではお二人は当反のロールをお願いします。D4 は身体系技能、 D4 じゃない、タブーは身体系技能なんでプラスが乗りますね。30、あ、すいません、忘れてました。
ハブ3チェックが入ります。あ、大丈夫です。行動したから。やります。どうぞ。ごめんなさいね、忘れてました。成功では1点減少ですね。えらい、えらすぎる。お前えらいぞ。多分信念が違いすぎるぜ。ハンチェックはうまいからよ。そうだ。では当半、当半初期値は40です。はい、乗り切ったからな。取得してなければ40。タブーは身体激論で35が乗って75ですね。いけんじゃないか。強いよねタブー。 CCB70 成功。おおおおオッケー。タブーいらねえ。いらねえ。強い意志。すごいな。オッケー。では上り傾斜の斜面、豪雨の外、しかしエスベラギはその足でしっかりと地面を踏みしめて進んでいく。行くぜ、9マスだと進むぜ。すげえ。2567ゴールまで行きますね。よし。はい、ではあなたたちはヘリポートまで到着しました。見回すとヘリコプターがライトをつけ近くを徘徊しているのが分かります。今ヘリポートにある誘導灯はついてますので、ヘリコプターは迷いなくこちらへ向かってきます、はい、ではヘリコプター到着フェーズへ移ります。ヘリコプターは船の真上まで来ました。ですがひどい嵐のため着陸ができません。ヘリコプターからチェーンのはしごが降ってきます。どうやらヘリと共に右往左往するはしごをつかむしかないようです。探索者と三上全員デックス順に幸運マイナス 20% の補正をしてロールをします。この判定に成功するとはしごをつかむことができます。ですがスメラギさん、はい、あなたは今発狂状態ですね。はい、まあおそらく今までのロールプレイから見ておそらく軽いパニックに陥ってることでしょう。はい、スメラギさんは幸運マイナス30でお願いします。はい、ではといったところでコロドラウンドは終了ですね。蛇の父が追ってきます。お前、お前、よし、いいぞ。ここまで。では幸運判定どうぞ。順番に、順番に。マイナス20でいいんですよね。マイナス20ですね、タブは。じゃあ65だ。ちょっとこれ作っとくといいかもしれない。作ってなかったかもしれない。ごめんね。あ、いえいえ。じゃあ CCB65 で振ります。はい、高いんだよな、サンチあいつ。いくぜ。足りない。1。マジ。ではスメラギ。マイナス30なんで35ですね。ダメだ。きつい。三上がマイナ20、あ、これなんかマイナス30って書いてある。マイナ20で、あ、三上も無理。はい、ではですね、ここで次の説明に移ります。あなたたちははしごをつかむことができませんでした。失敗した場合、あなたたちには2つの選択肢があります。一つは、このラウンドは待機して次のラウンドにもう一度幸運判定に挑戦すること。もう一つは真冬の海の上で揺れているはしごに飛び移ることです。跳躍で判定を行い飛び移れるかどうかの判定を行うことが可能です。もちろん失敗した場合は海に墜落してロストになります。この時はしごに誰か先に乗り移ってる人がいる場合は STR との対抗みたいな感じで助けることもできますが、現在はいません。跳躍だけになりますね。挑戦しますか。1個確認したいんですけ ど、はい、どタブーって身体系に30プラスじゃないですか、うん、乗りますね。跳躍にも乗りますよね。乗りますよ。跳躍100になります。あ、95で判定になります、ね、あ、じゃあ95で。ちょっとバレッに95で書いてないね。95でなります。じゃあ CCB、 あ、飛びます。やります。飛びます。一応確認するんですけど、うん、タブーが離脱してイグが追いついたら、イグ、蛇の父が追いついたら悲惨なことになりますけど、飛びますか。ひえー、考えます。ちょっと今のところこの船、このなんだろう、3人はまず飛び移れないんですけど、うん、
そっか、でも STR で対抗でも飛べない可能性考えてたどり着かれたらおしまいということですね。跳躍初期値25です。三上さんも25。そっか、結局ボーナスが乗るだけで、えなのか、跳躍にタブーは多分、いやタブーはほぼほぼ飛べるんだけど、飛べるけど飛んで、次の人が飛んできてダメだった場合、タブーの STR と失敗した人のサイズで対抗ロールが行われる。ひえー、それでも失敗した場合は海のもずく、木図ね、誰か突っ込んで、突っ込めないよ今飛びません。はい、飛べません。では全員飛ばないということでよろしいですか。え、STR と何の対抗って言った？サイズ。サイズ？え、深、え、だ、どっちがどっち？はしごの人が STR。あー、ダメだどっちが勝てばいいんですか？はしごの人が勝てばいい。あー、無理だ。やめよう。うん、STR10 しかね。うん、サイズ13。いや、タブーは今 STR アホみたいにあるけどね。あ、でも、あ、そっか。STR 今30ある。ああ、いやでもそれでほぼね、ほぼか、ほぼか。ただ言うて次の手番になるから、このラウンドでイグがえらい目指して追いついたら誰か死ぬ。タブーがいないから。そっか、タブーがいればタブーを狙います。いや待機だな。はい、で、すみません、ここで言うのもあれなんですけど、産地チェック、そう忘れてました。チェックですよね。どうぞ。完成、成功する。最高だぜ。まだ大丈夫だな、まだ5点減っても大丈夫な範囲。マジ高いんだよな。よし、では全員待機でよろしいですか。はいはい、では飛べません。イグの血が9マス進んでいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ここギリ惜しい、あと1マスだった。では幸運どうぞ。マイナス30。いや、いける、生きる、強い心大事。よし、行くぜ。タブーはいける。いける。よっしゃ。はい。ですね、幸に成功しました。ここであなたたちには、成功したあなたたちには2つ選択肢があります。まあ、すぐにはしごに登るか、他の探索者が成功するまで、なんていうか、待つこともできます。ただ待ってれば、待ってても、登れます。なんていうか、成功はしたっていう結果だけキープするって感じですね。タブーは、待つ男です。スメラギはどうしますか？今すぐ登ることもできます。まあ、登ったら、跳躍の時のSTR のあれができるからね。サイズ、いくつだ？三上さん？うん。三上さんのサイズはちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。今調べます。はい、150ぐらい？いや、150センチだから結構ちっちゃいんだよね。うん、三上さんのサイズは9。STR14。STR30 ありますタブーは。タブーはいけるけど。あ、そっか、2人。そう、私が、スメラギが先に登って待とうとしたら、うん、差が5点だから25乗って 75% です。フリーズしてる。いや、でも可能性が少しでも増えるんだったら、うん、はしご登ります。まあ、残ってる意味もあんまないと言えばない。残ってる、そうなんだよ、足手まといになるから登ります。はい、ではスメラギははしごに登ります。どうします、三上に来いって言いますか。多分言われないといかないよ、跳躍 25% だから。うん、ここで成功しなきゃ何が王子じゃん。いや、
瞳。なに嵐だからこう多分聞き取りづらいね。おいで。でも大丈夫、絶対掴むから。じゃあ飛びます。あー怖い怖い。あっ、いった、よし。あー机叩いちゃった。オッケー、じゃあ三上は飛んで滑らいの手を掴みます。掴みます、がっしり掴みます。がっしり脱出成功。よし、乗れた。タブーはどうしますか。ここはキープしとく。どうだろう、でも跳躍してっから多分キープしてるよな。跳躍は幸運の後だから。 OK、 じゃあ次の手番いきます。はい、何をしても蛇の父はもう追いつきますね。残ってるのは蛇の父とタブー。待て、ああやるか。やるぞ、来いよ。はい、残った2人の戦闘ラウンドが始まります。待ってるぞ。蛇の父からだ。攻撃対象、攻撃方法2番、つかみしか出ねえな。スペシャル、まずダメージが4点入ります。そして、2番を初めて見るかもしれない。あ、そう、一つ説明しておくべきことがあります。はい、タブーさんの HP なんですけど、はい、40プラス素の HP でした。はい、で D3D4 は変身体の走行がゼロになったら変身解除でした。はい、タブーは違います。タブーの HP0 はすなわち深瀬の死亡です。よろしい、覚悟はできてます。 OK、 では2番なので、蛇の父はタブーの頭をわしづかみにします。頭をすっぽりと掴まれ、そのままブンブンと振り回される。タブーは次に使用できる技能が頭突きに制限されます。でもちろん掴まれているのではしごを登ることもできません。なるほど。といったところでラウンドが回って、タブーは3チェック。まずは3チェックから。アンチチェック、成功。成功、では1点減少。強いな、相変わらず強い。では続きをどうぞ。うん、失敗。はい、では蛇の父はそのままタブーを振り回し、あたりのコンテナにぶつけていきます。じゃあな、ぐるっと回ってぶん投げてコンテナにぶつけます。円盤投げ、ちょっと待ってね、円盤投げの判定、よいしょ、成功。ダメージが固定だね。ダメージが7点になりますが、タブーは跳躍の判定に成功すれば、ダメージを、3点減らすことができます。跳躍は70あるんで CCD あ、ちょっと失礼しました、すいません、うん、95ですね。うん、成功。ではダメージは3点減って4点ですね。で3チェック、3チェック、いやもう3チェックが怖すぎる。大丈夫、成功するんだな。OK、 じゃあ1点減少でタブーの手番、現在は拘束されていません。何する、はしごも登れますよ。そっか、戦う必要なんてねえんだ、帰ろう。うん、はしごに登ります。はい、ではタブーは揺れるはしごをつかみ、そこを登ろうとする。ちょっと待ってね、するがしかし、その時ちょっと待ってね、はい、
スメラギたちが登っているヘリコプター。その一番上、ヘリコプターから、顔を出す男がいます。その男は軍服を身にまとっており、手にはライフルを持っている。そして、その男が何か叫んでるのをあなたたちは聞こえるでしょう。でしょうな。手を離せ、化け物が！そう言うとライフルを発砲します。ライフルはタブーに命中し、タブーははしごから落とされます。はい、タブーが再びはしごをつかむためにはもう一度幸運判定に成功しなければいけないでしょう。その上でスメラギさん、はい、あなたがあの軍服の男を説得しなければタブーは登ってこれないでしょう。マジか。 OK ではヘビの、タブーのラウンドが終わってヘビの父のラウンドになります。攻撃方法4番もね体待つよ、成功ダメージが10点入れた上でおなじみ胴体をわしづかんだ上で丸飲みしてきます。でスメラギさんの手番。何なら響く、なんて言ったら分かってもらえるんだ。上まで登ります？上まで。あれですもんね、今まだひとみさんも一緒に待ってる状態ですもんね。はしごにぶら下がってる状態ですね。登ります。はい、では登ると軍服の男があなたたちを迎えます。よく生き残ってくれた、もう大丈夫だ、旅立ちしよう。ちょっと待ってください。なんだどうした。さっきライフルで撃った化け物と呼んでいた、あれも人なんです。何よバカな、君にはあれが人に見えるのか。違う、今は確かに姿形を変えていますが、ちゃんと心を持った人間なんです。ずっとここから脱出するために一緒に戦ってきた仲間なんです。もう一度聞こう、君にはあそこにいるあの化け物が仲間の姿に見えるのか。見えます。はい、では信用プラス30ぐらいでどうぞ。はい、成功。では軍服の男は舌打ちをして再びエマノから身を乗り出しライフルを発砲します。対象は蛇の父だ。あ、失敗した、1足りなかった。はい、援護する。はい、お前俺の声が聞こえてるなら登ってこい、援護するって言いますね。ありがとう、ありがとうございます、うん、そうだな、そうだな、そちらの嬢ちゃんは、そちらの嬢ちゃんと博士はこちらで受け持とう、できれば助けにやっていき、助けに行ってやれって言いますね。はしごを跳躍するとき掴む判定入るんで。はい、はい、わかりました、行ってきます。はい、では再びはしごを降りてハブに手を伸ばします。はしごの先端から伸ばします。はい、こんなところでラウンドが巡ります。タブーは3チェックだ。大丈夫に決めるかな。すげえな、サンチチェック。では1点減少、そして幸運判定だ。幸運判定、幸運判定、65か。いけるいける、
最初に言いました、60以上は信じてますって。いった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 。演出どうしますか、どうぞご自由に演出してもらって。リュウジさん、こっち。絶対離さない、掴みます。はい、ではそうですね、はしごがちょうど蛇のタブーの上を横切った時に、そうですね、そうだな、蛇の血に丸飲みされてたような気がするけど、そうですね、そこからうまいこと脱出したんだろうな、筋力がやばいですからね、多分ただ尻尾つかんだんじゃないか、これウメラギがタブーの尻尾をつかみ、そのままタブー蛇の血の中からも引き抜きます。ドリアーかっけー、タブーも、はしごに登ることができました。これで、この悪夢の船から脱出することができた。それはまだ少し早いでしょう。さて、私はこれから一つダイスを振ることになります。何のダイスだと思います？蛇の父の跳躍。大正解、蛇の父の跳躍のダイスを振ります。どこ行ったかな、あれ作ってないな、ちょっと待ってね。さあ行くぞ、蛇の父の跳躍は成功率 70% です。70だと失敗するだろお前60以上成功するって言ったろ。行きます、ほい、いった。では蛇の父がはしごに飛びついてくる。まだ逃がさない、逃げるにはまだ早いでしょう。そのまま、そうですね、タブーの足をつかみ引きずり落とそうとしていきます。蛇の父を引き剥がそうとするのであれば一定のダメージを与える必要があるでしょう。足を掴まれているタブーは好きな攻撃を使用することができます。その上に乗っているスメラギは何かしら遠距離攻撃、物を投げるとか、そこら辺で攻撃を参加することができます。ヘリの軍服も参加します。ヘビのタブーが生きて帰るにはヘビの父に一定のダメージを与えなければいけません。ではよろしいですか？はいはい、はい、ではタブーはまず3チェックからです。成功。ここ強いんだよな、1点減少、うん、精神は揺るがない。その上でタブーは好きな攻撃機能を振ることができます。あー、やるか。はいはいはい、いやー、むさぼり食う。むさぼり食うをする場合は組みつきになりますね。組みつきが成功すれば、組みつきに成功した上で頭突きに成功したらむさぼり食うになります。組みつき60か、でも60は成功するって言ったしな。大丈夫か、本当に大丈夫か。成功、ナイス、オッケーオッケーオッケー、信じてた。ではその上で追加で頭突きをロールします。で、成功すれば、成功すれば 3D6 プラ 2D4 2D8 か、失敗したら 2D6。
いけあはでは 2D6 手のダメージだけ入ります。 2D6 ください。 2D6 12与えればいいんだ。あー5。うん、なるほどね。やばいぞ。はい、まだ話しません。続いてスメラギのターンです。やりたいことありますか？負け者どもに撃つのも動きを止めるくらいの効果は期待できるかもしれない。できることって言ったら、この白い拳銃使うしか。対象は誰ですか？対象は蛇の父。はい、では拳銃でロールしてください。拳銃っていくつだ？ライフルしか持ってない。ライフルがない。ライフルしかない。ライフルしかない。初期値は20だ。まあゼロ距離、まあだいぶ近いから倍にしてもいいとして40。40。ちなみにここ外すとね、多分やばいことはわかると思う。やだ。助ける助ける助ける。ああ、はあ、はあ、ではその弾丸は外れてしまいます。おい、となると頼んだぞマジで。では軍服の男が援護射撃を行います。軍服お願い。第2回あじゃあちょっとクリファン帳消しで2回命中したことにします。1点足りない。はい、ではエンディングの描写に移りますか。マジ。はい、では、タブーの攻撃、軍服の男の攻撃、スメラギの攻撃にさらされてなお、蛇の父はタブーの足を離さなかった。タブーをはしごから引き剥がし、その時の反動で自分ものとも船へと戻っていく。タブーさん、なんか最後に、そうだな、言葉は話せないんですけど、なんかこうスメラギと目と目があって意思の疎通くらいちょっとしてもいいですよ。こう目を合わせた後に、まあ、いびつながらの笑顔で落ちていきます。メナギは何か言います？すごい苦しそうな顔をしたあと、その笑顔を見てこっちもへったくそな笑顔を見せると思います。はい、では、笑顔を交わした2人の距離がどんどん離れていく。タブーの視界からはヘリコプターがどんどん小さくなっていき、そしてバシャンと睡眠に叩きつけられた衝撃がして、そこであなたの意識は途切れることでしょう。
ではエンディングフェーズに移ります。さて、スメラギユキ、三上ひとみ、小沢東子は命からがらヘリコプターで救出されました。ヘリには運転手の他に軍服姿の男がいい。彼は無線で話をしている。こちらヨーナス、ターゲットを保護した。ミッション終了、オーバー。無線を終えるとあなたたちへと向き直ります。どうだな、いろいろ話すことはあるが、まずはよく生きて帰ってくるだ。あそこで何があったのか、あの彼はどんな人物だったのか、それはこの後ゆっくり聞かせてもらうつもりだ。だがその前に、君には今ここですぐに重要な決断をしてもらう必要がある。君は人類の存亡に関わる極秘事項について知りすぎてしまった。知ってしまった今、我々と協力して共に異星人たちと命を懸けて戦っていくか、それとも今日の出来事をすべて忘れて今までの日常に戻るか、この二つのどちらから、今この場で選んでほしい。勝手なお願いであることは重々承知だ。それでもどうか頼む。と言って軍服の男はあなたに頭を下げます。ユージさんのことは忘れたくないけど、ただ、ユージさんは私に お芝居を続けてほしいって思ってる。だから全て忘れます。そうか、辛い決断をさせてしまってすまない。どちらにせよ今はゆっくりと休んでくれ。はい、ヘリは陸地へと戻っていく。沈みゆく船を後にして。では、後日談のシーンに移ります。エンディングでやりたいこととかありますか？まあ忘れちゃってるから、まあこちらで用意してもいいんですけど。ひとみさんも忘れてますね。そうですね。そうですね。今日あった出来事はすべて、そうですね。まあ、起きるシーンをまあ、そうだな。こちらの用意したシーンをやってから、その後、やりたいシーンって感じでやりますか。はい。では、スメラギさん、あなたは、突如、寝汗たっぷりで羽を置きます。実質のベッドの上ですね。なんだか、ものすごく悪い夢を見ていたような気がします。起きるにしては少し早い時間ですが、もう一度寝る気分にはなれない。少しは外に出ようかな、と思いました。外に出たあなたは近くのコンビニへと向かいます。ちょっと待ってね。近くのコンビニへと向かう。特に理由などなく気分転換です。そんな時、
あなたの横を1台の軍用車が走ります。珍しい、こんなところで見るなんて。あなたはそんな風に思っていると、助手席に乗ったとても美人な女性があなたを見て微笑んでいるような気がしました。信号はすぐ青になり、残念ながらすぐに彼女の姿は見えなくなってしまいます。まあ、勘違いだったとしても、まあ、偉い美人を見れたもんだと。あなたは、まあ、コンビニに行くようも忘れ、家へと帰ることでしょう。何かやりたいシーンはありますか？次の舞台の公演を、うん、人間の体を失っても心は残っている化け物の役の舞台をやります。なるほど。では、あなたのその舞台はおそらく、そうですね、役者の迫真の演技により大盛況になることでしょう。あなたが楽屋で戻ってくると、そうですね、スタッフに声をかけられます。あ、つめなぎさん、今大丈夫ですか？はい、何でしょう？さっきそこでファンの方からつめなぎさんに渡してほしいって言われたものがあるんですけど、それがなんかこうペラッと写真一枚で、なんかなんと言えばいいのかって感じなんですけど、受け取ります？ええ、もちろん受け取りますよ。はい。ではあなたは写真を渡されます。それはこのような写真ですね。そこに写るのは血色の悪い女性が下手な笑顔で赤ちゃんを抱いている写真でした。しかしあなたには女性も赤ちゃんも全く見覚えがない、全然知らない人です。誰がどういう意図で渡したのか、誰かと間違えたのか、そうは思いつつも、なぜかその写真を無限にすることはできません。奇妙な感覚、でもどこか嬉しいような、そんな不思議な感情が残りました。何かリアクションします？なんだろう、なんだかとてもあったかい気持ちになれるな。素敵な写真だ。よかった。何がだ？まあいいか。はい、そう言って大切に自分の持ち物の中に入れます。はい。ではつめなぎゆきはきっと今日も明日も再び舞台で輝き続けることでしょう。クトゥルフ神話 TRPG 解体、これにて終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、お疲れお疲れ。悔しい。惜しかったなぁ。悔しい。私が成功してたら生きてたかもしれないのに。いや、まあわかると思うんですけど、このシナリオタブーに変身すると生存率が著しく低下します。うん、ちなみにアコリイグを落とした後もタブーの変身を解除できるかどうかでまたわちゃわちゃしますからね。うん、ああ、とりあえずお疲れ様でした。シナリオはこれにて終了です。お疲れ様でした。いやー、でも、いいセッションだったな。タブーにならなきゃ、3人は救えてなかったね。そうね。
そうね。三人は生き残ったからね。自分は帰ってこれなかったけど、代わりに三人は生き残らせることができたから。深瀬的にも、こうなることは見えてたのかなっていう感じはしますね。うん。スメラギも、多分、タブードライバーを託した時から、なんとなく、思ってたのかな、とは、思います。いやー、いいセッションだった。